株式会社アゾインターナショナルは神奈川県藤沢市に本社を置く雑貨や玩具の輸入、製造、卸販売を行う会社である。人形やその衣装の製造、販売が特に知られている。元来は染色における染め型の製版を業務として設立されたが、その後業務を拡大し、現在は関節可動式の人形やその衣装の企画、製造、 販売で特に知られている。1988年に神奈川県茅ヶ崎市にてスカーフハンカチネクタイ、福児等の染め型製版を業務として創業、1990年8月8日に有限会社湘南スクリーンとして法人化された。1996年にベトナム、ホーチミン市に事務所を開設し、アジア雑貨、アパレル衣装の生産、輸入を開始した。 翌年には、ホーチミンにて、縫製工場運営を開始し、口県に工場を設立した。以後数年の間に、観光総菜ギフト、ノベルティーアイテム、人形、フィギュア用コスチュームなどに進出。1998年には、関連会社として、有限会社アゾンインターナショナルが設立された。その後、上記の人形用コスチュームを着用するモデルとしての、 人形本体の必要性が生じ、2000年にはオリジナルの人形、サーラを企画、少量を生産し販売した。同年、有限会社湘南スクリーンは、染型製版から撤退し、同時に有限会社、アゾンインターナショナルと合併。以後同社は、ドール関連事業に注力するようになり、2001年から2005年に、 かけて日本各地にドール関連アイテムを専門とする直営店をオープン。2005年には同社オリジナルの人形素体、ピュアニーを開発。それを用いたオリジナルドールユニット X q と、を展開した。2006年に株式会社アゾンインターナショナルに称号を変更。2008年にはアメリカ合衆国のインテグリティトイズ、インクの総代理店となり、 インテグリティトイズジャパンブランドでの販売も行っている。国内に5店の直営店を構え、同社製お及び他社製の人形及び各種関連アイテムを販売している。2012年現在、ドール関連商品の企画、製造、販売が同社の中心的な事業である。その中でも特にイラストレーターの思い当たるがデザインしたメーカーオリジナル人形を中心としている。 当初、アゾンの 27cm サイズの人形には、宝のスーパーアクションボディを多用していた。その後、自社のオリジナル素体、ピュアニーモを開発し、2005年に X q とシリーズを展開する際に採用した。2007年には、PVC 製のピュアニーモアドバンス。2009年には、関節稼働型となったピュアニーモフレクションを開発し、アニメや、 漫画のキャラクターを再現した、いわゆる、キャラクタードールなどの人形にもピュアニーも素体が多く、使われるようになった。2012年には一十二サイズのスカラダ、ピコニーモが発売している。このほか四十八センチメートル、五十センチメートル、六十センチメートル、サイズドールの販売も行っており、六十センチメートルは思い当たるデザインのサーラ、リセ、マヤ、四十八センチメートル、 5 0センチメートルサイズは各ブランドを立ち上げて展開。ハピネスクローバーシリーズ、イリスコレクトシリーズは、オビツボディをベースとしたアゾニ素体を採用している。イリスコレクトペティシリーズは AZT8 から45素体を採用している。2000年に展開開始。その後のピュアニーも素体シリーズの確立に伴い、2010年にはサーラ、リセ、 マヤをピュアニーもフレクション M 素体を用いてリメイク。ドールユニット、サーラズアラモードとして展開している。前述の通り2010年から展開しているシリーズ。サーラ、リセ、マヤのマスクデザインをリニューアルした上に、アリサとユズヨウが加わった。2005年展開開始。ピュアニーも素体を初めて使用したシリーズで、主にピュアニーも S を使用。 聖ポートルダム女子大学附属中等部という学校に、通う仲良し生徒7名から構成される、ドールユニットという定材を取る。マスクデザインは思い当たる。ピュアニーもソタよ利用した、オリジナルキャラクタードールシリーズ。アイペイントデザインはワイノグチが担当。約12から3センチメートルサイズの、関節可動ドールシリーズ。それぞれ手足のバランスが違うピコニーも S、M、D。 D 妹、P の子タイプ。アサルトリリー、ピコエックスキュートには SM 素体、リルフェアリーは D、D 妹素体、ミミーガーデンは D、D 妹素体、シュガーカップスは P 素体を使用している。50センチメートルサイズドール素体を利用したオリジナルキャラクタードールシリーズ。マスクデザインは思い当たる。リリアとセシリーは普段はセリミディア学園の女学生であるが、 夜になるとタイマシとして行動しているという設定。ドゥルナはリリアの妹でリリアをバックアップしてあげてるという設定。50センチメートル、48センチメートルドール素体を利用したオリジナルキャラクタードールシリーズ。マスクデザインは思い当たる。アゾニボディを利用したオリジナルキャラクタードールシリーズ。モカ以外のキャラは芸能事務所である PH プロダクションプロダクションに 所属しているという設定。アゾニボディとソフビドールアイヘッドを利用したオリジナルキャラクタードールシリーズ。ドールアイはオビツの 18mm サイズでアゾンオリジナルの交際デザインを採用。AZT8 から45ボディとソフビヘッドを利用したオリジナルキャラクタードールシリーズ。ドールアイはオビツ瞳を採用。ペットワークスの人形部門の一部を担当。 これらの商品の委託販売も行っている。ABCD 会社概要アゾンインターナショナル2013年9月25日閲覧 AB 会社概要インテグリティとイズジャパン2012年10月17日閲覧 AB サーラについてアゾンインターナショナル2012年10月17日閲覧ドリードリー 29P24 サーラ アゾンインターナショナル、2012年10月17日、閲覧、スーパーアクションボディについては、ジェニーの項目を参照初代のものは、ソフトビニール製ドリードリー 29P8、ドリードリー 29P やニッシモ、10、15ハット素体は、オビツボディを使用ドリードリー 29P4 ただし、クローズ、クリップとシープ発足以前、未来シャッターマイナスシネマトゥデイ掲載。ありがとうございます。